徳丹城石徳丹城は、現在の岩手県芝郡矢幅町徳田にあった、日本の古代城作。1969年8月5日に、国の史跡に指定されている。徳丹城は、もともとあった芝城を、水害を理由に、公認2年、んやの渡郎の県議により、翌年の3月頃南1 0トルに移転、造営したものである。中平野の地に立地し、 約350メートル四方の規模である。材木列で周囲を囲み、70メートルから80メートルの間隔で矢倉を立てていた。内部には、官型建物群があり、芝城の政治機能を引き継いだものと考えられる。しかし、芝城と比べて、城郭の規模は縮小されており、築地も北側にしかない。さらに、公認6年には配置されていた、陳兵500人が廃止され、 正規軍が配置されなくなる。しかし、特誕城自体は旧正規半ばまで使用されていた形跡があり、律令国家に協力的な不襲の軍が配置されていたと考えられている。芝城の移転、特誕城の増営、特誕城の廃止の一連の流れは、この時期の律令国家の強行政策の転換として、熊谷君親鈴木拓也らが取り上げている。 2006年7月31日に特旦城石内の井戸跡で国内初となる木製のカブトが発見されていたことが9月13日に八幡町教育委員会から報道機関に公表された。過去の文献には木製カブトの存在が記されており、その数も非常に多いと推定されていたものの木材は腐食しやすく出土した例がなかった。また、1971年頃に 特田小学校級校舎を取り壊した際、建築廃材がそのまま特丹城跡に埋められ、史跡が385平方メートルにわたって損傷していたことも明らかになった。敷地内に八幡町歴史民俗資料館南部曲がり屋を併設し、史跡公園として現在整備が進められている。城名は元来特丹ではなく特コと呼ばれていたが、後に 特丹の漢字が当てられることによって特丹として定着したと見られる。史跡の所在地である特田もこの特丹と同義であろう。徳コ丹の語はアイヌ語に由来するという説があり、アイヌ語では元の村、滅んだ村の意味になるが安易にアイヌ語に由来を求めて解釈することには賛否ある。特丹上石マイナス国指定文化財等データベース。ありがとうございます。